炭素繊維炭素繊維はアクリル繊維またはピッチを原料に高温で炭化して作った繊維。実規格では有機繊維のプレカーサーを加熱炭素化処理して得られる質量比で90%以上が炭素で構成される繊維と規定されている。アクリル繊維を使った炭素繊維はパン系、ピッチを使った炭素繊維はピッチ系と区分される。炭素繊維を 単独の材料として利用することは少なく、合成樹脂などの母材と組み合わせた複合材料として用いることが主である。炭素繊維を用いた複合材料としては、炭素繊維強化プラスチック、炭素繊維強化炭素複合材料などがある。炭素繊維の長所を一言で言うと、軽くて強いという点である。鉄と比較すると比重で1、4、非強度で10倍。 被弾成率が7倍ある。その他にも、耐摩耗性、耐熱性、熱伸縮性、耐酸性、電気伝導性に優れる。端緒としては、製造コストの高さ、加工の難しさ、リサイクルの難しさが挙げられる。また、素材自体が違法性を持ち、どういった形で積層するか、また、損傷を受けた場合の破損の判断が難しく、 クリティカルな状況での使用は最新の注意が必要である。パンケ炭素繊維の炭繊維は太さは5から7メートルである。この多数の炭繊維で構成された繊維束をフィラメントと呼び、さらに千本から数万本のフィラメントの束を糖と呼ぶ。この糖がパンケ炭素繊維の製品形態として最もよく扱われている。糖はそのフィラメントの本数の高により区分されており、 24000本以下で、レギュラー等あるいはスモール等、4万本以上で、ラージ等と呼ばれる。レギュラー等は低密度、高飛強度、高飛弾成率で、航空機や人工衛星の材料や、ゴルフ用、シャフト、釣り竿、テニスラケットといった、スポーツレジャー用途で多く使われている。一方のラージ等は、レギュラー等に比較的して安価なため、風車や、 自動車などの材料など産業用として主に利用されている。パン系炭素繊維の2010年の全世界生産量は、レギュラー等が55,300トン、ラージ等が14,800トンで合計7200トンと推計されている。パン系炭素繊維は以下の工程で連続的に製造される。パン繊維合成、アクリロニトリルからポリアクリロニトリル繊維を重合する。 大塩化工程、空気中で200摂取350度で数時間熱、処理する。この工程は、不透理化、安定化とも言う。炭素化工程、窒素などの不活性ガス雰囲気か1000から1、摂取500度で加熱する。黒塩化工程、窒素などの不活性ガス雰囲気か2000から3、摂取000度で加熱する。この工程で、強度は若干低下するが、 高断性の炭素繊維を製造できる。高断性を目的としないファム用の炭素繊維の製造では含まれない工程である。黒塩化工程を経た炭素繊維を黒塩繊維と呼び、汎用の炭素繊維と区別する場合もある。表面処理工程サイジング処理工程ピッチ系炭素繊維の炭繊維の太さは7から10メートルである。ピッチ系炭素繊維は 原料の違いによりさらに東方性ピッチ系とメソフェーズピッチ系に分類される。一般的に東方性ピッチ系からは汎用の炭素繊維がメソフェーズピッチ系からは高強度、高断性率の炭素繊維が製造される。東方性ピッチ系炭素繊維は高い柔軟性、低熱伝導性、優れた修道特性から高温炉用の断熱材や 自動車のブレーキパッドクラッチ材に用いられる。一方、メソフェーズピッチ系炭素繊維は高弾性率、優れた振動減衰特性、高熱伝導性、低熱膨張率といった特徴があり、印刷用、フィルム用などの工業用ロール部材、薄型テレビ用大型板ガラスの搬送用ロボットアーム、人工衛星用部材などに使われている。日本初の技術であり、 現在でも世界市場に占める日本企業製品のシェアは高い。ありがとうございます。